テクスチャーは楽曲の全般的な響きについて漠然と使われる音楽用語である。分厚いテクスチャー、軽いテクスチャーの楽曲のような言い回しが可能で、人気のある作品に対して、開かれたテクスチャーのある作品といった使い方もされる。テクスチャーという単語は、物の表面に触れた、際の質感、感触、外観を意味する。物体、物質における結合した粒子の性質、 物事の本質的な部分、実体、三分野、詩の要素、芸術作品における表面的な品質、音楽や文学作品において、複数の要素の組み合わせで調整される品質、合唱や楽曲演奏の際の音色の様式を指す。そこから転じて、食べ物を噛んだ際の噛み応え、歯応えも意味する。ザブレットハズ A、クランブリーテクスチャー。 語源は、折り物を意味する、ラテン語、テクストーラー、テキストから、楽曲についてのテクスチャーは、演奏される、セーブ数や響きの密度、それぞれのセーブを演奏する楽器の音色、火声法やリズム法に左右される。声部間の数や関係を表す際には、以下のような厳密な用語が用いられる注意すべきは、以上の語だけでは、西洋音楽の多くを正確に言い表せるわけでは、ない点にある。 モノディは歴史的な音楽用語である。同時性は進行よりも完成されたテクスチャーである。現代音楽の典型的なテクスチャーの一つはジェルジリゲティによって開発されたミクロポリフォニーである。その他のテクスチャーにホモリズム、ポリリズム、副主題、オノマトペー、合成テクスチャー、混合テクスチャーがある。ありがとうございます。